占いで芸人を売り出そう芸人プロデュース企画結果発表でございます。よいしょでーす。さあ先生どういたしましょう、うん、でね、生年月日の運気的にはもう五分五分でしたので、はい、もう駅を立てて、うん、この今の駅の家のいい方を出したので決めると、はい、こういう形でございます。はい、ちなみに2人とも毛が悪かったら2人ともダメ、うん、そのパターンあるんですか。あるんですね。合格者なしのパターンなしもあります。はい、じゃあ早速いきましょう、はい、どちらから、じゃあ僕が先に、あ、じゃあ、はい、お願いします。あの、こういうですね、まあ見づらいと思いますが、サイコロの入った箱を振ってもらいまして、うん、このサイコロの目で決まると。はい、では運命の瞬間ですね。納得いくまで振っておいてください。はい、じゃあいきます。はい、ゼロ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 
さあ全くもってやったこともないですから、生まれて初めて、生まれて初めてです。そうですよね、恐れ多くて中見れないですよ、なんか。いや、どうなってるか、このね、サイコロ的なものが入ってるんですけれども、あのこのね、その芸人プロデュース企画でお二人この出たわけじゃないですか、この YouTube で、はい、それを見たあの周りの反響というか、あの振る方先だから、あ、さあ、ジムさんも振ってください。あ、まず、はい、運がいいのかなんか後ろで音で慣れたし、これはね、もう振るんですよ、芸人プロデュースね。いきます。はい、対照的にね、しんちゃんはデロデロで、無言の起動でしたけどね、最後はもう念じるように、なんとかこう、救急車の音が残るように、はい、早くね、早く BGM として、はい、そう、お二人がね、その YouTube 出て、はい、その、なんだろう、知り合いだとか、親だとか、親戚とか、はい、こう見ていただいての感想みたいなのはありましたか？いや、やっぱり、この番組に出た芸人さんからは、え？選ばれたのっていう感じは言われましたね。ああ、なるほどね、はい、そうです、言われました、言われました。ピン芸人同士でこの番組で、ね、出たっていう話もして、そうです、そうです、しました、しました、あのライさんとかね、他にも気をつけて、エゼレさんとかね、なるほどね、そのね、もう言っても誰でもこっちゃ分からない、名前出てもソニーのピン芸人の人たちでこう集まって、なんか集まってでもないですけど、よ、合格でしたみたいな、すごいすごいっていう。でそれから何かあったとかよく言われるんですけど、待って待って、僕はまだ来年だからって言ってるんですけどね、一応来年だから、今年じゃないからって、うん、僕はなんか9月から少しずつみたいな、もういい感じで言われて、え、実際どう？もう、ね、1ヶ月、あ、もう 10月ですもんね。そうっすね、いや、でもとりあえず先月オーディションのメールが平井さんが一斉送信して僕だけ届かないっていう事件ありましたそれはなんだろう、それはそしたらあまり良くないオーディションだったからとしたら運が良かったとか、あ、そうなんですかね、あ、そういうことですね、うん、ああ、じゃあ上がってきてる、ちょっと昨日はもう見えてきてる、羨ましいな、僕はあくまでも来年だから今勝負したら負けちゃうかもしれないですよねでもまあまあまあ来年ですから、本当にこの、あ、どうか来年の、はい、結果出ました。はい、うわぁ、ちょっとドキドキするな、ドキドキしますね。はい、はい、もうこれはね、結果一発で、ね、うだうだ言いませんので、はい、もう皆さん、ね、予定通り、ヒロさん、うわぁ、あまり、ヒロさん、あまり大きく言わないです。いやいや、でもね、でもね、あの実際今本当に真面目に今日ちゃんと読みました、で、あのやっぱりしんちゃんズもね、あのここまで来るだけあっての運の良さはあるんですよ、うん、だから最初に言ったみたいにどっちも悪いってことはもちろんなかった、でただキロさんの伸びしろの方がやっぱりでかい、ですから、うん、あの来年あくまでも来年の運気の伸びということですので、すごい、すごい、だからまあ今回はあのいい方取りをしました、両方ともいいのは確かにいい件が出ました、うん、でも、キノさんの方がその伸びしろがでかかったという、羨ましい、いやいや、でもしんちゃんともいいんですよ、もちろんいい件が出てるので、あのそんな決して悪くはないですから、はい、じゃあ先生、しんちゃんとかちょっと泣いてるんですこれに、これにかけてたんですよいやでもこれ楽しみですね、楽しみになるの、羨ましいけど、いやー、まあ、坊主にすべきじゃないですか、ね、決めてるんですか、決め手は坊主かもしれないすごい、来年ね、はい、この結果を受けて、はい、また明日に続きます、はい。